そこには夢を追い続ける男たちがいる。サッカーサウルコス福井、国内最高峰 J リーグ参入を目指しているクラブチームだ。発足から4年、チームはまだ4部リーグに相当する北信越リーグにとどまっている。今年こそ上位リーグ JFL に昇格を。思いは強い。キャプテン中村慎也、大学卒業と同時に一時は第一線を退いたが、抱いていた夢を諦められなかった。サッカーを、まあ、遊び程度で最初やるつもりだったんですけども、まあ、もともと福井商業の OB のチームでやってたんですけども、みんなが必死でやってる顔とか見てると、まだもうちょっと上でやっていきたいなっていう思いがまた芽生えて、またこのチームでやることになってます。選手は全員普段は仕事を抱えている。そうなると結構ギャップありますね。日本人だと、よくやります。あ、はい、期待の星です。言われてましたね。言われてましたね。ありがとうございます。このパソコンしか使えないから、場所によっては結構遠いとこもあるんで、しんどいですね。ちょっともう慣れました。でも、でも4年目なんで慣れたといえば慣れました。この日は地元の子どもたちを対象にしたサッカー教室。サッカーを通して子どもたちに夢を与えるのも彼らに課せられた使命の一つだ。まあ、その今一番福井で県内ナンバーワンと言われてて、一応子どもたちの夢でもあるチームだと思うんで、まあ、その中でも一人でも多くサウルコスに入りたいっていう子どもが出てきてほしいなという思いを持ってやってますけど。子どもたちの練習が終わってからがようやく彼らに与えられた時間。いいよ、食べちゃっても、当たってもやろう、当たっても。決して恵まれた練習環境ではない。いつか J の舞台に立つ、その思いが彼らを突き動かす。そうですね、正直厳しい面はあるんですけども、やはりそれを上を目指すには厳しい練習をやっていかないと思うので、まあ、みんなと、まあ、いろんな練習出し合って、まあ、盛り上がってやっていきたいと思います。